え、すごい、この城もえぐいな。敵がいるんですかね、どうなんでしょう。エンダーマン以外見てないですよね。よいしょ。エンダーマンしかこの世界にはいなさそう。確かに。どうします、エンダードラゴン出てきたら。この建物の中に終わりよ。どうする、砂利で死亡。じゃあこの2匹にカラをあげて子猫を作りますよ。はいはいはい。おいしょ。よいしょ。からの？からの？おいしょ。オッケー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 。してるしてる。おお。始まった。きたきた。ああ、これだ。始まった。きたきた。ああ、これだ。猫だ。猫だ。そこしかな。あ、猫は。やめて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 。警戒しろ。嘘だろ。ここにあの焼き鳥神殿っていうのを作ったんですよ。焼き鳥神殿、はい、大原くんちょっと焼き鳥好きかなと思って。焼き鳥大好きです。焼き鳥大好きですか。これ焼き鳥神殿がちょっとこうちゃんといい感じで、ほらこれ焼き鳥神殿、焼き鳥神殿、焼き鳥神殿、なんすかなんすか、焼き鳥神殿あるんで、この中にいっぱいね焼き鳥入れてるんで、今大原くんが落ちるの早すぎてカメラに収めれなかった。だって今閉じちゃったもん、閉じちゃった。ちょっとボス開けて、ボス開けてくれ。あ、大原くんも泣き殻ない。焼き豚になりました。いない。え、カメラ収まんなかった。カメラ収まんなかった。申し訳ないんだけど。申し訳ないんだけど。テイク2だな。記憶なくなりました。記憶なくなりました。記憶なくなった。なかった、なかった。あれ？あ、おもろくここになんか焼き鳥落ちてますよ。焼き鳥だ。なんですかこれ。え、これなんかあのおもろく焼き鳥好きかなと思って。ああ、焼き鳥大好きです。焼き鳥神殿をねご用意いたしました。おもてなし、おもてなし神殿。これもうあの好きなだけ焼き鳥、チェストに入ってる焼き鳥好きなだけ食べていいんで。本当ですか。僕全部食べちゃいますよ。いいね。いいね。じゃあ作った甲斐ありましたね。ぜひぜひ。じゃあ食べてください。はい、もう食べていいですか。いいよ、もちろんもちろん。いただきます。それではもちろん、はい、どうぞ。焼き鳥ゲットだぜ。落ちた。なんで今回落ちてんの。ちょ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 テイク3で、テイク3で、もうこっから行こう、こっから行こう。それじゃあ焼き鳥いただきます。あ、閉じちゃう、閉じちゃう、閉じちゃう、開いた。いい感じに、はい、こんがり焼けました。ありがとうございます。ありがとうございます。茶番に3回もお付き合いいただいて。それでは、ボンさん、いってらっしゃい。せめて、飛ぶとこ見てね。オッケー、オッケー。みんな、行くよ、行くよ。3、2、1、ポチン。さあ、どうだ。おー、TNT が。さあ、どうだ。あどうだったどうだった。何飛んだ瞬間、うん、なんかあの風船が空気抜けるかのように、うん、ピューッってなんかしかもボンさんのこの経験値が空をこう舞って、待ってた、うん、魂みたいだった。綺麗だった、綺麗だった、ボンさん。よかったならよかった。いやー、なんもない、この辺、ね、この辺なんもない。何ですか、戻った方がいいんじゃないですか。戻る。あと戻ったぐらいに多分僕います。怖い。違う、今ね、俺が今どこにいるのか分かんない。どこにいるっていうのはどこを向いてるのか分かんない。あ、なるほど。まあ、一回取ってきて。一個取ってきて。ああ。取ってきて。
さあ行きますよ、さあ行くぞ、はい、どうしました、倒しシェール化を倒していく、はい、行きましょう、そしてエリトラを今手にしました、お疲れ様でした全部持ってきて、はい、あ、大薬券ありますよ、大薬券あった、あ、ほんと、ありがて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 、地下にね、ボンさんがね、あのワカメちゃんっていうすごい可愛らしいスライムをね、そう飼ってるんですよ、一番可愛いスライムえ、スライムに可愛いとかあるんですか、ね、あるあるあるんですか、もうマナ娘よ、もうあれは娘みたいな、もうマナ娘、他のスライムともやっぱ違うんですか、ね、湧いてきたスライムにいじめられてなきゃいいけどワカメちゃんね、そんなことある、ここにね、はい、僕はワカメちゃん飼ってるんで、このね、スライムチャンクの中に、え、ワカメちゃん何これ、え、え、なにこれ、あ、今日も元気ですね、元気、いやいやいや、なに、ちょっとワカメちゃん、ワカメちゃんが、な、大きくなってんだけどえ、これ何、今日もワカメちゃんじゃないじゃん、ワカメちゃん今日も元気、え、え、ちょっと止める機械、止める機械機械止める機械を機械を止める機械を、え、ストップ、ワカメちゃん、え、スライムになっちゃってるじゃん、ボンさん、ん、誠に申し訳ございませんでした、何やったのか、いや、違う違う違う、本当にやったのか、本当にごめんなさい、何よ、何した、ワカメちゃんはどこ行った、事故で死んじゃいました、えいや、これ本当にごめんなさい、ワカメちゃん、じゃあ今日も元気だね、ワカメちゃんワカメちゃん今日も元気だね、ボンさんやめて、ボンさん一番可愛いスライム、もうマナ娘よ、もうあれは娘みたいなもん、気を確かに、あれこんなとこにファントムが、めんどめんど引っかかった、めんどファントム、ファントムがいる、ファントムがいる、違う違う違う、俺引っかかった、めんどめんどに引っかかると、これ自分が引っかかると、いや、それそうよ、それはそうよ、引っかかると、めんどファントトラップだから、これ引っかかると、めんどいんだ、なんで自分がかからない、やめてやめてやめて、自分がかからないし、いつから錯覚してた、落ちたらこうなった、落ちたらこうなった、落ちたらこうなった、上から、あ、ボンさん、違う、それ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 違う、こら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 、ボンさんが大変なことになった、これなんだ、完全に蜘蛛の巣にかかった牛じゃねえか、蜘蛛の巣にかかったガ、あ、ちゃんって、せめてちょ、せめてちょエビトラがそれっぽくなるわ、エビトラがそれ、ボンさん真面目にやってください、何してる、パーフェクトヒューマンしないでください、真面目にやってよ、やってごめん、真面目にやって、やって落ちて、これ落ちるまで待って、落ちるまで待ってボンさんのリボン、これやばい、これ大丈夫ですか、大丈夫です、母じゃないですか、大丈夫ですか、母じゃない、これセーフ、これセーフ、これはセーフ、さすがにこれアウトだったらもうちょっとね、厳しすぎますよね、確かに、プレゼントちゃんとしてるでしょ、ちゃんとしてる、プレゼントはちゃんとしてるでしょリボンがね、ちょっと不格好だけど、で、はい、プレゼントの後、はい、ちょっとカメラ左に、え、これ、え、何これ、一応ね、一応ね一応なんですかこれは、一応マジで来ましたよ、用意しとく、すごい、用意だけは周到ですね、用意だけは周到用意だけは、用意だけね、刀研ぎまくってるから全然切る相手がいない、じゃあボンさん寝ましょう、おやべえやつ、俺鼻に隠れてこれ、構えなく覗き野郎や、覗き野郎いいんじゃないか、鼻に隠れてやばいやつ、いるな、おやすみなさい二人とも剣持って寝てんのやばい、大原君が見てる、やばい、見て、怖い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 、見てるよ見てるよ、きわ怖い、ほらほら何投げてった何投げてんの聖なるよりね、さすじゃあ、おはるくん、はい、来た、来ました、ちょっと目合わすの怖いから、このまま直接、ああ、直接だ、直接入るぞ、プロプロじゃん、出たこのシステムダメだって、ちょっおい、やめろ、マジでやめろ、おい、やめろ、マジで、おい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 、なんだよ、今の、今、よく帰ってこれましたね、もう、やっぱ出たよ、今、危ねえ、今、すっげえ、
怖え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 危ねえ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 危なかった。ポケモン死んだと思った死んだと思ったよ俺マジで死んだと思った。お前今の死んだと俺泣きそう泣きそう怖え怖え調整調整なわけないだろ調整できないだろ今のは。心臓バクバクいってるよ。まだまだ心臓バクバク溺れるよ全然。確か確か確か。ちゃんとスッて上がってきてよ。オッケーオッケーオッケー。準備してる準備してる。すげえ深いな。あれまだまだ届いてない。全然届いてない。全然。相当。あ、来た来た。レッツゴーレッツゴーレッツゴー。行ってる行ってる。ボンさん来いボンさん来い。行ってる行ってる。あ、これ間に合うこれ。いや分かんない分かんない分かんない。え、これ間に合う。え、これ間に合うこれ。全然。え、どれぐらい今どれぐらい。僕の半分ぐらいだと思う多分。え、やばいやばいやばい。まだまだ。ちょっと今で。ボンさん見えてる見えてる。ここで息がなかった。息なかった。ヘルヘルヘルタイムヘル。ボンさんここで死んだら助からんよ。頑張って頑張って頑張って。三四三二タイムで。ボンさんボンさんあとちょっとあとちょっと。零点五。ああ。今ね、ちょうどあと1マスで、アイテムはゲットできました。ちょっと持って帰ってきておいて。面白すぎ。